はい、では時間になりましたので、リンク栃木ブレックス宮野マクモロー選手の入団会見を始めさせていただきます。まずはリンク栃木ブレックス代表鎌田慎吾にご挨拶させていただきます。はい、皆様こんにちは。リンク栃木ブレックス、新入団選手の記者会見等にお越しいただきまして誠にありがとうございます。リンク栃木ブレックスは15、16シーズン、今回ですね、新しい新外国人選手の加入としまして、リアム・マクモロー選手と契約することとなりました。今回、リアム・マクモロー選手は、まず、ポジションの方がセンター、身長の方が2メートル18センチ、体重が125キロ、28歳になります。カナダの方を出身でして、経歴の方はお配りのですね、紙面の方を見ていただければと思います。まだ直近でいきますと、昨シーズン PBA の方でフィリピンのリーグの方でですね、プレーをしておりまして、平均得点が 27.5 点、リバウンドが 20.2 本ということで、リーグ一番ですね、記録しております。また今季の NBA のサマーリーグの方では、ロサンゼルスクリッパーズの方で出場しておりまして、6得点 5.2 リバウンド、というような記録を、作っております。今回、マクモロー選手のですね、私どもの、入団をしていただいた、チームとしての考えというところでいきますと、やはり近年、NBL というリーグ ですね、やはり上位に食い込んでくるですね、チームというのは非常に大きな、センターのですね、選手が、数多くこういるという状況の中で、私どもは、トーマス・ビスマンヘッドコーチのことトランジションの早いバスケットを、目標としてやっておりますが、そういった中でやはり勝負どころですとか、そういったところですね、ディフェンスの面、そういったところでやはりかなりこうフィジカルのある、ビッグマンにやはり要所でこうやられてしまうというケースが、近年の、課題というところもありました。ですがそういったところをですね、ただ単なる大きな選手をこう取るというところでは、やはりその私どもが強みとしているトランジションの速いバスケットボールというものに、やはりついていけない選手がやはり多く大きな選手にはいるという中で、やはりそういった中で今回のモロー選手は、これだけの体がありながらですね、やはり走ることの、非常にその走ることができる、またディフェンスに関しても、フィジカルも非常に強く、リバウンドもですね、オフェンスリバウンド、ディフェンスリバウンド、両方にこう絡んでいけるという中でいけば、非常にこう理想とするような、センターの選手が見つかったというふうに思っております。こういった形で、今外国人選手、ライアン・ロシター選手、そして幾何枠では、トミー・ブレント選手、そして今回、リアム・マクモロー選手ということで、センター陣ですね、あと日本人では、山野大選手がいるんですが、そうした中で他の、強豪相手に渡り合えるような中陣になったのではないかなというふうに思っております。はい、以上であります。はい、続きましてリアム・マクモロー選手から自己紹介させていただきたいと思います。 Please, introduce yourself. I'm Liam McMorrow. Happy to be here. The general manager said a lot of nice things about me. And everything I know about this organization is great so far. The coach, GM, assistant GM, Toshi is very good. Everyone's been very welcoming here, so it's great. I have a good relationship with the coach. I think the coach knows what he's doing. He's a very good coach. He's won a lot of championships. And I definitely, if they said one thing that I want to do here is to win the championship. I think it's very important. And I think we have the team that will be able to do it. Just happy to be here.私の名前はリアム・マクモローです。とてもこのチームに参加することができてとても嬉しく思っています。先ほど鎌田 GM が自分のことをとてもよく言ってくれましたが、GM であったりヘッドコーチ、チームメイト、本当にこの会社というかこのオーガニゼーション全体的にとても自分をこう歓迎してくれているような雰囲気があって、とても嬉しいです。
ヘッドコーチのトーマス・ビスムヘッドコーチも、とてもこういい、関係性を作れそうだというふうに感じていますし、彼はたくさんの、優勝経歴であったり素晴らしい経歴を持っていて、とても自分のやっていることをこう熟知しているというか、いい素晴らしいヘッドコーチだと思っています。で、自分はこのチームに来て、ぜひその優勝という、目標を、叶えたいと思っていますので、ね、そしてこのチームはそれが、できるチームだというふうに、感じています。はい、それでは、皆さんからいくつか質問をお受けしたいと思います。会社名とお名前をお願いいたします。ご自由にお願いします。下月新聞なんですけども、下月ニュースペーパー、ローカルニュースペーパー、2点ちょっとお伺いしたいんですけども、1点目がそのご自身が考える一番のこうプレーでの持ち味 とそれをこうチームの中でどういうふうに生かしていきたいかという、チームにどういったポイントで貢献したいかという、First, what's your specialty? Like, what are you good at? And second question, how you want to utilize to this team to make a team better? Specialty, I'd say just for my size, like being so tall and kind of heavier weight, that I can run a lot better than a lot of people my size. So that'll be an advantage because I know our team plays fast, right? Yeah. That'll be good too. I don't mind like the contact, like aggressiveness, you know. Philippines was very physical and they said a lot of people have problems, but I came and I just had no problem with it. It's the physicality is not a problem. What was the second question? So how you want to use that advantage to the teams, how you want to make the team better with your Well, I feel like, I mean, that's all this team needed, right? Was just like a bigger guy, like bigger than the guy they had last year, that can run and keep up with the team, but also can't, you know, the other big men won't take advantage of me because I can play good defense on them and limit their scoring down low. まず最初の、自分の、持ち味についてですが、やはりその自分のこの大きい体のサイズ、そして、この、まあ、体重というか、まあ、このしっかりこうインサイドでも当たり負けしない体格というのを、まあ、自分のこう持ち味としていますし、このサイズの、同じサイズぐらいの選手の中でも自分は走れる、選手だと思っているので、ブレックスはやはりそういう速いテンポの、バスケットボールを得意としているので、まあ、このチームが必要としていたこのインサイドでの、存在感というのを出せるかなと思っています。昨シーズンフィリピンで、プレーしたんですけども、そのフィリピンのリーグというのはすごいそのインサイドのコンタクトが激しいというのが評判というか、そういうレプテーションがあるんですけれども、そうなので、まあ、インサイドの選手は結構そこで結構苦労するそうなんですが、自分はそんな中でも問題なくやってこれましたので、そういうところを持ち味として使っていきたいです。で、まあ、そのチーム、2つ目の質問ですが、まあ、そのサイズと走れるというところ、あとはその、対戦相手のインサイドの選手に、対して自分はしっかりディフェンスもできると思っているので、その相手のインサイドの選手を好きにプレーさせない、インサイドの選手からの得点を少しでも減らせるように、やっていきたいと思っています。はい、他にあります。毎チームの話をします。これまでいろいろな国でプレーをされているとこの経歴調べてみましたけれども、今回そのブレックスのオファーを受けた理由と、あとまだ、来日されて間もないと思いますけれども、日本の印象を教えてください。First of all, you played in many countries, but what was the reason you picked this organization, this country, the league, this league? And yeah, that's the first question. Well, I mean, when Coach came to see me, right, when I was in Philippines, so when I talked to him, a lot of it just had to do with Coach, because I liked his style, like what he was, you know, what he was telling me, like how they play, and you know, I trusted that, you know, with his resume, that he's a very good coach, and I want to play for a good coach. So, what else? Maybe
And then my relationship with Ando from my old team. Oh. The fact that he was so nice and he said, you know, everyone, like, it's a great country to play. Like, he was asking me to play when I was still with him in Canada, right? If he's asked me if I'm going to go. So that was probably a reason too. You know, Sia already told me that it was good, and then when I met Coach, it was just like, it was perfect. まず最初に、トーマス・ビスマヘッドコーチとの、の印象というか、自分がフィリピンで、プレーしているときにコーチが、会いに来てくれて話をしてくれたんですけれども、まあ、その話をしている中でやはりその彼の、経歴だとかを見て彼が、まあ、とても素晴らしいコーチだということは感じられたので、やはり自分もやっぱりそのいいコーチの下でプレーしたい、経験を積みたいという、気持ちがあったので、コーチというのが一つ大きな理由になったと思います。そしてもう一つ、安藤誠也選手と、自分がもともとチームメイトだったので、彼からやはりその日本についていろいろ聞いていたり、いい印象があったので、それも一つ理由になったのではないかなと思いました。And then the second question is that you're not here too long, but like, how do you feel about Japan being here? Oh, no, I think it's great. I mean, it's very clean. I mean, everyone seems very nice. It's good basketball. So, I mean, that's the best part, I think. You know, I don't know how long I'll be here, maybe only one season, maybe longer, but I think it's going to help with my development, you know. Just playing good basketball and playing, you know, 55 games, I think it's going to be a good season, and it'll help when we win the championship. That it always looks good on a resume, you know. Playing for a good coach and in a great, you know, city. It's very safe. It's clean. You know, I don't have. I want to bring my family here. You know, it's a good situation. There's a lot of other countries where I wouldn't want to bring my family, you know, but here it's very good. So, 日本の印象としてとてもやはり綺麗で、まあ人々もとても日本の方もとてもこう親切だというふうな印象があります。そしてまあバスケットボール自体もとてもいいバスケットボールをしている、チームだしリーグだなというふうに感じているので、やはりその自分のこの成長という経歴の中でも自分がこの成長していく中でいい環境だなというふうに、感じています。そしてやはりその優勝というのはやはり自分の経歴にとってやっぱりとてもいい、プラスになるものなので、このチームで、しっかりこう優勝がしたいなと狙えるなと思っているので、まあ、ここに来たというのもあります。あとはまあその日本がとても安全だなという印象があるので、自分の家族もここに連れて行きたいなと感じています。今まで経験した国の中ではちょっとここには家族が連れてこられないなというような国もいくつかあったので、それに比べてとても日本は安全だなという印象です。はい、他にあります。Do you know anything about Tochigi, this prefecture? No, not yet. Any impression? No, not yet. まだ都市についてはちょっとまだ何もわからない、来たところでわからないんですけれども。I know the water is good. 一つしてる栃木のお水が美味しいということは知っています。Do you have a nickname you want the fan to call you? Not really. Yeah. Liam? Yeah. I mean, in Philippines they call me the mayor. I don't know. Mayor? Yeah. I don't know why. You know, mayor, like it's like a politician, but they meet everyone and they have to shake everyone's hand, and I don't know. 特にまあこれっていうのはないんですけれども、フィリピンにいた時はみんながメイヤーって呼んでくれたという、メイヤーっていうのはまあ知事とかっていう意味なんですけど、多分とても社交的なので、こうみんなにこう笑顔で達成して握手したりとか、とてもまあそういう部分がこう政治家じゃないですけど、こうメイヤーと呼ばれてたような理由じゃないかなと。ありがとうございます。もしそのこのチームに合流しているかどうかというのを見たいと、もし合流しているのであれば、そのチームメイトの印象ですとか、チーム全体の印象というふうに。
First, with first question is that you have you joined have you practiced with the teammates? That's yes, right? Yeah. で、あの、練習にはもう参加してるんですけども、how do you think about your teammates? I think they're good. They're good basketball players. They're very disciplined. They're hard workers. And even the two that are missing with the national team, I've already seen them play too, so I know they're good. I think it's a very talented team. Like, there's not one player where I think, oh, you know, he's not that good. And they're all hard workers. All their fundamental skills are good. So, it's all, like, it's going to be a good team because there's no weakness really. It seems like to me. And that's, you know, only with 10 guys here, there's still two of our best players are missing, right? Yeah. So. あの、とてもいい印象がありますと、あの、本当にどの選手もハードワークする、一生懸命、真面目な選手ばかりですし、あの、これで、あの、今、2人代表の方で、田淵選手と、古川選手が抜けているわけですが、あの、以前にこの夏に、中国で彼らとも対戦した経験があるので、あの、彼らのが素晴らしい選手だというのも、あの、分かっていますし、あの、本当にあの誰も一人として、あの、あんま良くないなっていう選手がいなくて、あの、基本的なこう能力というかは、あの、高い選手ばかりが揃っているので、あの、これで、まあ、さらにその代表に行っている2人が加わるということを考えると、あの、本当に、あの、あの、楽しみだと。他に島津新聞の、背番号50番の意味なんですが、何か意味のある数字であれば教えていただきたい。Why you picked the number 50? What's the reason for the number? If you have.Well, my first number was 55, right? When I first played at Durham College. When I got to Tennessee Tech, their best player, who's my very good friend now, Kevin Murphy, he's played at NBA, he was number 55. Uh-huh. So, and then I took 50, but ever since then, I always like 50. So, yeah.大学でプレーを始めたときに、自分最初55番をつけてたんですけれども、テネシーテックに行ったときに、あの、今 NBA をプレーしているケビン・マーフィー選手がチームメイトでいて、彼が55番だったので、55番をもともと取られてたので50番にして、それ以来基本的にずっと50番をつけていると。そういうことでいいます。はい、他になければ、質問は以上とさせていただいて、最後に Just a part of the question. Stand up. Yeah. まあ、僕は185センチなんで、大体あの、大きさが分かると思います。ありがとうございました。